2024年10月最新買い取り屋おすすめランキング儲かる買い取り屋はこれだっていう話しますお願いします買い取り屋を使って副業を始めたいけど、どこを選べばいいか迷っていませんか今回は2024年版の買い取り屋おすすめランキングを発表します買い取り屋の選び方や儲かるポイントを合わせて解説していきますので、最後までお見逃しなく 動画の最後に順位を発表しますので、ぜひお楽しみにしてください。 このチャンネルでは副業やビジネスに役立つ情報を定期的に発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価をポチッとお願いします。また気になる点や質問があればコメント欄で教えてください。それではランキングの概要をお話ししたいと思います。まあ、買い取り屋にとってすごい重要なのがこちらですね。入金スピード、あとは高額買い取りかどうか、あと信頼性、この3つがとっても大事です。まずは入金スピードですが、 私たちはね、このクレジットカードでまず商品を買います。で商品を買い取り屋さんで売ります。で、お金が手に入ります。で、クレジットカードの支払いが来ます。このスピードがですね、一般的には、まあ、お金が先に入って支払いが後に来ると、 ま、あ余裕、どんとこい,い、いくらでも買える。なぜなら、ま、あいくら買ったってお金が先に入るから、引き落としは心配しなくていいという感じになります。しかしながら、お金を先に払って支払いが先に来るとですね、あのー、積みます。やばいです。地獄です。なので、口座にもう残り10万とか5万しかないのに、500万とか300万の支払いが先に来て、それで来るような場合はですね、もう黒字動作になっちゃいますね。これはめちゃくちゃ危険です。なので 先にお金が入って支払いが来るようなところを選ぶとなので入金スピードが早ければ早いほど事業は安定すると考えられておりますあとは高額買取ですがまあ、高値で買い取ってくれるとまあ、そりゃ利益出ますよね安値で買い取られると利益減りますよねまあ、当たり前なんですけどでここにもう一個加わるのが査定が厳しいかどうかはかなりでかいです例えばかなり厳しい査定だと同じ商品を送っても A というお店はまあ満額 買取なのが B というお店はマイナス2000円とか3000円されてですねで利益が下がりますですぐ減額してくれる店ありますしかもねこれ旬があるんですよ今この時のお店は減額してくるとか、まあ、そういうのがあるんですね、まあ、赤ちゃんも泣いてますね本当に厳しいですね査定は 信頼性に関してもでかいです。やばい店ありますよ。やばい店。倒産し、しする間際のお店だったりとか、資金回収不能なのあります。倒産すると。で、最悪こっちもね、自己破産しなきゃいけないです。人生終わっちゃいます。すぐ振り込んでくれないお店はやばいです。なのでこの入金スピードと関わってくるんですけど、入金スピードの遅い店はね、基本的にはやばいと思ってください。危ない。いいお店は、とにかく入金が早い。で、みんな知ってるお店。 で、資金がしっかりあると。こういうところを選びましょう。ということで、ランキング発表。これあくまで2024年10月です。9月まではまた違ったし、その都度変わってますが、入金スピードに関して、再開に関しては、モリモリ買い取りさんってことで、これも4ヶ月とかですからね。入金スピード。 遅かったね。なんか、どうやら正常化したとはなんか言ってるんですが、まあ、まだちょっとね、4ヶ月、3ヶ月後に振り込まれたらもうやっていけないですよね、この商売。単位4位に関しては、海峡通信、トリルデアになってます。こちらはですね、だいたいまあ4日から5日ぐらいですかね。まあまあ、早いブルーに入ると思います。1位と2位は、やっぱモバイルミックスさん。これだいたい2日ぐらい。もしくは、翌日、当日。 あとは、買い取り商店さんですね。まあ、早いですね。まあ、ここの二つは安定して早いので、まあ、入金スピード早めのところを選ぶのであれば、まあ、こういうところ。あとはね、海峡通信さん、ルデアさんもしっかりとお金払ってくれるんで、まあ、こういうところはおすすめですね。で、高額買い取りのところに関しては、やっぱり1位、2位は、海峡通信さん、モバイルミックスさん。で、買い取り商店、商店さんがなぜ外れてるかというと、ちょっと減額が厳しいらしい、最近。まあ、これは、まあ、あの、あくまで口コミないんですが、ちょっと郵送するときは、ね ね、減額されるかもと思ってね、送った。なんか変わったみたいですよ、いろいろ。信頼性に関しては、買取商店さん、海峡通信さん、モバイルミックスさんは信頼度があると思いますので、まあこういうところを使うと、まあ間違いないんじゃないかなと思います。買取屋の選び方ですが、まあすぐに現金欲しい人は、やっぱ入金スピード重視。高値で売りたい人は買取価格を比較してください。 ま、使えるアプリでですね、サイトはですね、買取スキャナーっていうのがありますので、ま、あ最初は無料でもできますし、まあ、ちょっとスキャン回数増えると有料になりますが、まあ、それを、あの、補ってあまりあるほど利益出ますので、この買取スキャナーっていうのはおすすめです。で要注意なのは、やっぱり信頼性が低いところ。<laughs> 誰も知らないところ、選ぶとマジでやばいです。地獄域もありえます。こういうところは本当に危険ですね。で、買取屋さんの評価に関しては、時期によって店の状況によってリアルタイムで変わります。特に、減額が増えた先ほどのお店はですね、郵送買取の場所が変わってから、急に報告が増えました。詳細な情報は H ラボにて、ゲットしていきましょう。入金スピードの情報などが満載です。利益消費もありますし、お得な無料抽選情報もありますので、 ぜひ概要欄からご参加してみてください。えー、質問、どしどし受け付けておきます。 他におすすめの買い取り屋があればコメント欄で教えてください。皆さんの意見も動画内で紹介させていただくかもしれません。<laughs> え、まとめです。今回の買い取り屋ランキングいかがだったでしょうかまあ、やっもう、おそらく最終的には自分に合った買い取り屋さんを見つけて、副業で効率よく稼いでいただければと思います。例えば自分の家の近くにね、買い取り屋さんがあればそこを使えばいいですし、いい店だったら。まあ、遠くにいるところだったらね、郵送で送料無料のところがありますから、まあそういうところをね、選んでやっていただければと思います。いいそれでは最後に、チャンネル登録、 高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではみさん、バイバーイ。